お金を取れるレベルの、だって恥ずかしいとか言ってたら男役できないですよ。宝塚の魅力、凄さ、あの問題を語る。今回この役だから給料これでみたいな。気味悪がられますよね。こんばんは。質問。宝塚歌劇は華やかな舞台でお仕事をしているのに、余興も女役の可愛い子が全身タイツを着たりするのは本当ですか？それも全身タイツはもじもじくんみたいに顔の部分だけすっぽり出てて髪の毛も全部しまうんですか？っていうのが来てるんですけど。あ、でも、うん、余興を、その今多分時代によってかなり変わってると思いますけれども、やるときはやるので、半端じゃないですよ。余興もお金取って見れるぐらいのレベルにするので、もしかしたらこういうこともあり得るんじゃないかなと思います。私は見たことないですけど。あ、じゃあもうなんか、これでやるんだって決まったら、もう結構もう逆らうとかもなく、全力。はい、お金を取れるレベルの、余興をします、多分。なんかその恥ずかしいとかやりたくないとかっていうそういうのは、だって恥ずかしいとか言ってたら男役できないですよ。まあまあ確かに、なんで男役やってんだろうってずっと疑問ですよね。そう男をやってること自体おかしいじゃないですか。はあ、恥ずかしいなんて思ってたら男役できないですよね。はいはいはい。あ、じゃあもうずっとそういう仕事としてちゃんとプロフェッショナルにやってたんですね。そう、私はそうでした。はい。もうマックスやるときはやるみたいな。宝塚が文春のいじめ報道を真っ向から否定してましたが、特殊な団体なので何もないってことはないですよね。どうなんですか？でも15歳とか18歳とかって高校生が集まるとやっぱり多少いじめみたいになるじゃないですか。そんなに紫吹さんの前はなかったですか？私はね、本当に最近私、物忘れが激しくて、覚えてないんですよね。はいはいはい。覚えてないんです。ただ私は、宝塚入る前にいじめはありましたよ。中学校の時は。中1の時は。はいはいはい。はい、おじゃあまあ、あったとしても LINE にハブられるぐらいってことで。宝塚の給料事情ってトップになるほどいただけるのですか？宝塚ドリームみたいなのってあるのでしょうか？どうなんですか？役柄で給料変わるんですか？例えば今回この役だから給料これでみたいな。でも月給制なんですか？宝塚は夢の世界なのでお給料は発生しないんです。はい。はい、皆さんご想像に。はい、宝塚は厳しいルールがたくさんあると言いますが、やっぱり上下関係とかめちゃくちゃ厳しいんですか？はい、何かエピソードあれば教えてください。厳しいかどうかですと、どうなんですか？いや、厳しいっていうか、普通なんかやっぱり人としてでも大事だなっていうぐらいのレベルの上下関係じゃないですかね。一日のちょっとありますけど、よく言われるじゃないですか。ただその私たちの時はなんか癖とエピソードとしてね、まあ、上級生がカラスは白と言ったら白っていう世界でしたよ、はいはいはい、それは。はあ。はい。そう、私たちの時代はね、今はわからないです。で、こう、なんていうかな、当時はなんか、上級生をこう、なんか見下ろしてはいけないみたいなのが。へえ。じゃあ上級生が座ってる時に後ろ通るときとかどうするんですか？いや、だから上級生が座ってる上級生にお話をするときは、ちょっとこう、ホステスのように。あ、もう下からずる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 って。そう。そういう感じで、だったんですね。でも別にそれ苦ともなんともなかったですけど、やめてから。もうレイさんとしてそういうものみたいな。そうです。で、やめてから、なんかそれが抜けなくて私。はいはいはい。なんか自分より上と思う人に対して、なんかこう下からしがんで膝すりながら歩み寄っちゃうみたいな。そう、それが抜けなかったですね。なんで？それ気味悪がられますよね。ちょっと何してんのってなりますよね。そう言われました。何やってんのって言って、あ、そっかと思って、あ、ここは宝塚じゃないんだ、ないんだみたいな。だからある意味こう素直だから、そのまま結構すって入れられちゃうんですよね。あ、まあ、こういうもんだよねって言われたら、そうです知らない。はい、でも今はないと思いますよ。でもこういうもんなんだって理解する分と、うん、マイルールでいきますっていうその切り分けは何なんですか？いや、なんだろう、私は私だからルールは守るけど守ってないか、はい、守ってなかった
いやでもルールじゃないですもん別に。あのそうなんだろう、私あの個性的、はい、多分ね、あの自分の中でその宝塚のファン時代がなく入ってしまったから、あのちょっと若干反抗期があったんですよ。あ、宝塚ルールに対する反抗期が、反抗期、私女だけどみたいな、はいはい、あ、しかも15歳だしね、本当に反抗期真っ只中。いや、で、あの、普通の人はそういうもんだちゃんと認識して入ってくるじゃないですか。はいはいはい。でも私は、その、いや、女だから別に、お仕事は男としてちゃんとやるけど、降りたら別に、うん、一個人でいいんじゃないかなっていうのがすごくあったんですよね。それがなんかマイルールだったですかね。うん、ああ、そっか。なんか普通の人は、で、いろんなもん、はいはい。で、いろんなもののお力をお借りしないと男のスイッチも入らなかったので、よく楽屋から出てきてファンの人たちには、あの舞台の人と会いたいですってよく言われました。そう、女になってるのしぶきさんじゃなくて、そう、男役の方に会いたいからちょっと出直してもらっていいですかみたいな。そう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 。で、その当時に、いや舞台の人は、いやその人はあのお金を払って会ってくださいって。ただでやると思うなよみたいな。いや、ライトとかお衣装とかね、はいはいはい、女役さんとか、そして最終的にはお客様の力をお借りしないと男役にはなれなかったんですよ。なので男役の人に会いたいときはもうちゃんとみんなの協力のもとじゃないと出てこれないから、そんな簡単に会えると思うなよみたいな。いや、そんな感じではないですけど、そう、ちょっとあの、なんでしょう、素でいたかったのかな。でもやっぱりファンの人たちって夢をね、見てるから、夢を見た延長で楽屋でも待っていたいじゃないですか。まあ、そういうことも途中で気がついて、ちょっとずつはあれしてきてましたけど、はい、でも私は私でいいのかなっていう気持ちの方が強かったから、ちょっとかなり個性的なトップ時代を過ごしたと。そう、おっしゃってることは、あの、今説明を聞くとすごい納得するんですけど、でもその、うん、そのたまたま一シーンを見ると、すげえ高飛車なやつっていうふうに思われちゃいません？そうなの？いや、ほら、会いたかったら、こんなほろって見てくださいよ、みたいな。無料じゃやんないっすよ、みたいに見えるじゃないですか。あ、そんな言い方じゃないですもん。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、その人はちょっとっていう感じです。あの、本当に、あの、なんでしょう。舞台の、今でも言われるんですけど、うん、ドラマの、あの、今回やってるドラマも言われますけど、普段喋ってる声がこんな声じゃないですか。うん、で、男役の声で低い声で喋ったりとか、でドラマも低い声で喋ってるんですね。はいはい、でそうすると自分じゃない役で喋ってるから。はい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 。だから、ファンの人たちとかにしたら役のまま会いたい。うん。ただ私はかなり、作らないと、頑張らないと、あの、その役を、慣れない。役を下ろせないんですね。下ろせないんです。形から入るのを含めて、はい。そうだ、いろんなものを、あれしないと。へえ。逆にその、これからじゃあ撮影ですっていう時って、その、はい、結構前に入って、衣装を着て、その、心の切り替えみたいな、そのスイッチを入れる時間みたいなのが必要なんですか？一瞬で入るんです。まあ、だんだんメイクして、その舞台に関しては舞台に出たらもうボンって入ります。あ、もう化粧は、じゃあ別に寝起きとかでも化粧して衣装着てってやって、はい舞台って言ったらもういきなり舞台の中の人。はい、舞台と袖と多分人違うと思います。私、へえ、そういうもんなんですね。いや、多分そういう人はあまりいない。でもこういう人もいるのかな。私じゃないので。あ、まあ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 って感じですか、ね。まあ、人それぞれですね、そういうのもね。うん、しぶきさんは劇団四季や東宝などの他の団体のミュージカルを見に行かれることありますか？好きな演目、役者さんいますか？私はキャッツと市村正親さんが好きです。加賀武さんも好きです。宝塚も大好きです。すごいちゃんと振り仮名振ってくれて読みやすい。
他の演劇って見に行かれます？わざわざ舞台行きますよ。行くときもある、ね、スケジュールが合えば全然行きますね。まあ、宝塚ももちろん見に行きますし、でも今の宝塚は見ても、ほぼほぼ私がトップだったときに、一番下の子も、もう一番上になってるっていう、もうトップになって辞めちゃってるっていう子も多いので、ほぼほぼ知らないので、だから、自分のその宝塚とか見に行くと、あれ、私、ここで本当にトップやったのかなってちょっと怖くなります。あ、ちょっとなんか記憶間違っちゃって思い込んでるだけなのかなみたいな。そうだ、そう、もう忘れちゃってるんですよね。私トップだったんですかねみたいな。でも見てると、これはこうした方がいいのにとか、なんかそのプロ目線にならないですか？私だったらこうしてるのにみたいな。あのね、辞めた当時は男の人にとって、男の人を見てそう思うことはありました。あ、男の人が間違ってる。男の人、もうちょっと足開けばいいのにとか。いやいや、かっこ悪いな。電車で足閉じてるんだよ、男のくせに。かっこ悪いなって、男の人に対してやめて3年間ぐらいは思ってましたけど、今は、今は全然普通に楽しめるようになりましたね。宝塚がじゃなくて、男が間違ってるってすごいですね。宮崎駿さんみたいなことなんですね。男の人にいちいちなんかこう、3年間ぐらいは。今はそんなことないですよ。はあ。他のその演劇を見るとどうなんですか？その、そうですね、女の人が男役やるみたいな、あんまりないじゃないですか。もう同性が同性やるっていうので、はい、それは普通に受け止められるんですか？はい、同性が、外の。あ、その男性は男性役やるし、女性は女性役やるしっていうのは普通の演劇じゃないですか。はいはいはい、それを見ると、なんか若干違和感を感じたりするんですか？はい、これ、男の人が男やってるよ、みたいな。いや、それはないですよ、全然。普通にすんなりそれは受け入れられて、ただ自分が女の感情が分かんないっていう方の方が、ああ、はいはいはい。どうやるんだろうみたいな、あ、こうやるのか。だから今までは、その男目線を、今度女性を見て勉強しなきゃいけないっていうシフトに、3年間ぐらいは、うん、あ、違う違う、こっち見なきゃみたいなのはありましたから、だから別にそういった違和感はないですね。でも自分に対しての違和感。なんか歌って踊ってとかで割とそのいろいろなエンターテインメントとして華やかだし幅も広いじゃないですか。でもその一般的なその劇団四季とかのそのまあミュージカルは別にして演劇ってなると普通に演技をしてるだけでまあ地味に終わってしまうじゃないですか。それなんか物足りないなみたいにならないですか？私がやっててですか？見ててですか？あ、見て観客として。なんかここで華やかな踊りとかあった方がもっと楽しくなれるのにみたいな。それはなんかやっぱりそういう作品として見るので、そういう作品を作品として、ただ宝塚の場合は、宝塚の作品はやってきてるので、もうちょっとこう、もっとできるのになとかそういうふうに思ったりはしたりはしますね。宝塚に関しては。他の作品はやっぱりそういうストレートはストレートの良さがあるだろうし、劇団四季さんは劇団四季さんの良さがあるだろうし、東宝さんのミュージカルとかも見ますし。AKB 劇場とか見に行ったことあります？ああ、それはないです。AKB 劇場って、AKB さんの劇場なんですね。はい、劇場で、なんか、毎晩、出し物をやるっていう。へえ。あれはでも多分、秋元さんとかが宝塚をある程度、そのモデルにして作ってるものな気もするので、あ、そうなんですか。なので、宝塚の人たちがどう思うのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですよね。見たことないです。一郎を見た方がいいですね。いや、まあ別に興味ないんだったら大丈夫です。はい。私生活でできないことはありますか？バーヤがいないと切符が買えないとかあれば教えてください。いやいや、ちょっとそれね、これちょっともひろゆきさんのこの場をお借りして皆様にお伝えしていただきたいなと思ったんですけど、宝塚を辞めた当初本当に何もできなくて、本当にまあ、マネージャーバーヤって知らないですよね。あ、はい、あ、バーヤってそのなんか一般的な話じゃなくて、バーヤという人が役柄が役割の人がいるんですか？いや、実は宝塚時代ファンの代表、ファンクラブの代表をずっとやってくれてた人と一緒に私オスカーに入って、オスカーの時にその、まあ、その人がバーヤって言うんですけど、マネージャーになってたんです。ファンクラブの代表の人が一緒に
入ってマネージャーになったんですか。マネージャーになったんですよ。すごいですね。で今就職なんですか。いや、あのやるつもりはなかったんですけれども、たまたまあのオスカの社長に君も来なさいみたいなこと言われて、言っていただいて、でなんかそんな感じでなんか走ってきちゃって、で今ではもう辞めて、あのその間マセキさんっていうところに1年間いたんですけど、今はあのエボリエというちょっと小さい事務所の社長をしてます。バーヤは。あ、バーヤ大出世じゃないですか。ですね。バーヤやり手ですね。そうなんですよ。もう単にその宝塚のいろんな人のファンで、で紫吹さんのファンにもなって、そのなんかファンクラブリーダーみたいになった。そうだから、私が、あのリーダーになってほしいってお願いした二十歳の時。はあ、紫吹さんが二十歳でバーヤはいくつだったんですか。26ですか。26の女性にバーヤはちょっと失礼じゃないですか。いや、そのバーヤって言ったきっかけは、そもそもこれまた話があるから、あの私あのバラエティーに、うん、あのでバラエティーに結構出てるんですけれど、出させていただいてるんですけど、最初バラエティーに出たくないって言ってたんですよ。はいはいはい。バラエティに出なかったら、別にバラエティに出て、そのバラエティの番組が、こう何にもできないことをなんかさらけ出すみたいな番組だったんですよね。あ、はいはいはい。で、そんなこと言わなくても、ね、だったらもう宝塚のトップスターで、あ、もしかしたらすごいとかかっこいいとかで終わるじゃないですか、いちいち言わなかったら。で、なんで出なきゃいけないのみたいな、出たくないですって言ってたら、まあ、バーヤがそのお仕事を、まあちょっと、私、まあ、はめられちゃったみたいな感じで最初出たんですよ。お、はいはいはい。で、まあ、実際出てみたら、まあ、楽しかったので、まあ、何とかやってたんで、ある日、まあ、その、足になんかお魚が、フィッシュ、なんとかフィッシュ。あ、ドクターフィッシュ。ドクターフィッシュ。足の角膜を食べるみたいな。そうそう。あれがバラエティの番組で、なんかロケで会った時に、私、すごく嫌だったんですよね、それが。ほうほうほう。で、その時に、なぜかわかんないんですけど、多分、バーヤって叫んじゃったんですよ、気がついて。もう嫌で呼んでしまったと。そう。で、そこからバーヤになっちゃったんです。だからテレビって怖いでしょ。へぇー。で、それで、まあ、その、最初の頃に出た、その一番最初に出たバラエティ番組で、何にもできないっていうことを、なんかすごい、まあ、格好の餌食とされまして。で、何もできない人がついにバーヤと助けを呼んだと。そう。で、何もできない人は、バーヤがいないと何もできないみたいな、もうテレビのすごい怖いね。はあ、はいはいはい。それがなんかもう本当に20年近く前です。十何年前の話で。はいはい、でもそこから、本当にその当時は何もできなかったです。本当に。あの、何もできなかったっていうか、全部やってもらってました。いろんなこと。でもそこから、まあ、ある意味合ってるんですね。そうそうそう。その時は、でももう十何年前ですよ。はいはい。あ、まあ、今はもう全然切符買えますよね。そうですよ。携帯電話だって、ね、どんどんアップグレードするじゃないですか。はいはいはい、はい。それと一緒に私もアップグレードしてますから、もう、あの、大丈夫ですっていうことを言ってください、ひろゆきさん、ここで。大丈夫で、みたいです。大丈夫です。そうですよ。でも実際そう、じゃあ宝塚もなんとなく入っちゃって、でバラエティの世界もはめられて出て、でも結局誰かに道筋決められてなんとなくいくけど、そうなんです。まあ、でもうまくいって面白いからちゃんと結果出すみたいな。いや、私は本当になんかラッキーっていうか運だけで生きてると思うんですけど、はあ、なんか自分の意思はバレリーナになりたかったってことで閉ざされてしまって、で、まあ、バレエの先生に夢を託されて、まあ、受験したら受かって、まあ、本当に申し訳ないんですけど、ね、受かってしまって、運よく。で、まあ、宝塚入って、また運よくトップにもなれて、で、まあ、女優になるとも思ってなかったんですけど、なんかもうそういうレールが引かれてる感じで、なんかここまで来ちゃって、運だけで生きてる。ラッキーガールでございます。でもなんか何やってもそれなりの仕事になっちゃうっていうことですよね。いやー、それなりの仕事かなんだかわからないですけど、今生きてられてますね。まあでもバーや優秀っていうのはちょっと気になりますね。その社長まで、もともとただのファンクラブの人だから全然別の仕事してたんですよね。いや、あの、結婚してました。あ、普通に主婦とかだったんですか。主婦です。だから今でも主婦です。あ、だから一番迷惑を被ってるのは彼女の旦那様ですね。
はあ。でも今ではまあ一番のファンとして応援して、2人で応援してくださってますけど、だから本当にあの恵ま周りに恵まれてます。まあでもその人がマネージャーとして力があるっていうのも、なんか今の話でちょっと分かってきたこと、面白いなと思って。